ひろこ TV。 ボーカルレッスン。こんにちは、佐藤ひろこです。この動画は佐藤ひろこボーカルレッスン動画です。今回はウォーミングアップの第3弾です。今日は母音の練習をしていきます。日本語は母音と子音の組み合わせでできていますよね。母音っていうのはあ、い、う、え、おのことです。母音のそれぞれ正しい口の形を、して発音の練習をしていきましょう。まずはいの口から作っていきます。こんな感じです。い、い、横にぐーっと広げて小指1本分ぐらい歯と歯の隙間を開けていきます。い、これが間開いてないとい、でちょっとこう詰まった音になっちゃうんですね。い、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 音がパッと出ていくので、ぜひ小指1本分ぐらいでいいです。開けていという発音をしてみましょう。次に、でなんで今いから作ったかというとですね、私のボーカルレッスンではですね、なるべくですよ、練習の時はなるべくここ上、鼻の下のこの辺りとほっぺた辺りをですね、なるべく下げないようにして歌ってほしいんですね。あを作る時もいいから作ってあ、いいから作ってなるべく下げないようにしてあ。今度はえの口に行きます。いいからのえ、え、えはちょっとあーよりも横に、横と下がカパッと下に開くような感じでえ、ベロも横長になりますね。え、え、あ、え。おはですね、またいいから作っていきましょう。なるべく下げないようにいいからのお、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 お。まあ、練習の時はなるべく、お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 。これが下がっちゃうと、お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 。こう、困った感じの音になっちゃうんですね。人差し指と中指が縦に入るくらいは開けたいです。お、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 お。次、うの口、う、う、う。うは、またいいから作って、う。なるべくこの辺を下げないようにしてください。口の、その口のまま喋る傾向がありますね。いいからな、う、うは人差し指縦に1本分ぐらい、う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 、これもう、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 タコさん口のうとかだと、う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 、だってここからしか音出ないんだもん。う、う、う、こっちの方が音が華やかですよね。う、う、ちょこっとだけ上に上げて歌うだけで華やかになって元気な音になるのでね、ぜひこれを取り入れてみてください。さあ、今回の動画はいかがだったでしょうか。シリーズ3回に分けてウォーミングアップをお話ししてきました。去年の動画からご覧の方は、だからそれ知ってるしと思った人もいると思うんですが、ちょっとね、改めてということで第1回目はこちらからやってまいりました。この動画を見てちょっとでもあらいいわと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。